岡真由美です。一言シアターへようこそ。私はですね、1996年そして1999年と小松座で井上久志先生の戯曲きらめく星座昭和オデオン堂物語に出演いたしました。この作品は昭和庶民伝三部作の一つとなっております。時代はですね、昭和15年太平洋戦争が始まる前の年のお話です。東京浅草にあります小さなレコード店オデオン堂に集う人々の生活を描いています。私はそのオデオン堂の主人の新吉さんの5歳、少女歌劇団出身の藤という役で出演いたしました。この作品の中にはたくさんの素敵な劇中歌が入っております。青空、月光値千金、一杯のコーヒー、それから愛国の花この愛国の花では私もんぺを吐きまして、白いカップ着にたすきをかけて日の丸をギュッと締めまして、バケツを持って体操をしながら歌いました。懐かしいです。はい、今日はですね、その数々ある歌の中から第2幕で歌いました、作詞作曲宮沢賢治、星巡りの歌というのを歌ってみたいと思います。当時はですね、井上先生がまだご存命でいらっしゃいましたので、お稽古の後、岡さん、この星巡りの歌は宇宙との交信をしながら歌ってほしいんです、中小おじさんでごめんねっておっしゃったのを覚えております。宇宙との交信、今でもできるのでしょうか。やってみます。ではせっかくなので、とがきからきらめく星座昭和オデオン堂物語第2幕を靴。明かりがゆっくり入ってくると日めくりは11月23日日曜日で祝日新嘗祭。ちなみにこの夜の東京地方は晴れ、かすかに北の風、月齢は5日、月の入りは午後9時宮沢賢治作詞作曲星巡りの歌。赤い目玉のサソリ、広げたわしの翼、青い目玉の子犬、光の蛇のトグロ、オリオンは高く歌い、梅雨と霜と落とす、アンドロメダの雲は魚の口の形、大熊の足を北に五つ伸ばしたところ、小熊の額の上は空の巡りの目当て。それではまた劇場でお会いしましょう。岡真由美でした。